ビッグベイト一択になっちゃった友達を救いたい。それね、ほぼほぼ無理。もう洗脳されちゃった人でしょ。あの洗脳された人ってね、基本的にもう何も聞かないっていう。だからこうなってこうなってこうでしょって言ってもいいんだよ俺はっていう世界にこう閉じこもっちゃうんだよ ね。あのどっかの宗教さんと一緒なんだけどね、はい、抜け出すのね、すごく難しいことだと思う、はい。なぜ成功づりを否定するんでしょうか。 LINE の使い分けと同じように適材適所だと思います。あの最初から成功づりをね、否定してるわけで、成功づりしかしない、これを否定してるだけです、はい、いいですか。もう一つ言っときますけど、バスをあの PE の 0.2 号や 0.3 号で釣ってるというね、そういうところもあるわけですよ。ちなみにね、否定する、否定しますよ完全に、ちなみにですね、そんな釣りをあのみんなに見せてたら、釣り終わっちゃいますよ、はい。バス釣りでビッグベイトルアーや、ジャイアントベイトルアーでバスは釣れますか。基本的には釣れません。ビッグベイトでしょ。ビッグベイトってあの関東ではほぼ扱っているお店がほぼないんです。それがですね、関西行くとびっくりしますね。なんでこんなに置いてあんのって、っていうぐらいあります。ビッグベイトってのは結構どこ行っても売れ残り商品の一つなんですが、そこにこうね、月に100個しか作らないでですね、すごい突拍子もない値段をつけるっていうのがあるんですけども、まあ、中には本当に高いものね、でも普通大体適正価格ってのは5000円以下っていうのが適正価格です、ね、皆さん分かりやすく言いますと、100円ショップに行った時ありますね。100円ショップでこのぐらいのケース100円で売ってます。このぐらいのケースいくら100円で売ってます。このぐらい100円です。100円100円100円です。なぜかルアーはですね、値段が倍々上がってくるんですよ。不思議ですね。ね、プラスチック の原価なんてのはいくらもしないんですけどね、金型ですか。金型一緒でございますね。なぜか高くなる、不思議ですね。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。